女優、南沢奈央、27、との熱愛が報じられた、オードリー、若林正恭、産休が7日、未明、日本放送、オードリーのオールナイトニッポンに生出演。ゴリゴリに交際していることを認めた。交際を知らされていなかった相方の春日俊明、38、が、冒頭から、手は繋いだのか、もう。びっくらこいたんだからと突っ込み。話題をすり替えようと試みた若林に、春日は、奈央の話をしろと痺れを切らした。のらりくらりとかわした後、若林は、春日は、ドッグカフェの店員を狙ってるけど、俺は、バリバリ付き合ってる。ゴリゴリにと堂々宣言。2010年の日本テレビ系、これってありですか？の共演で知り合い、昨年9月に恋人関係へと発展したが、縁だろうなぁとのろけていた。